ムワヒド町のハントの変遷を示す図。ムワヒド町は、マヨルカ島などを含むバレアレス諸島を獲得したとき、そのハントが最大となった。アブーヤフヤー、ラシード・ティーン・マラリーは、ムスリム統治時代のバレアレス諸島における最後のワーリーであった人物。ラカブに、ラシード、ニスバに、ティーン・マリーがある。年から年までの間。 ムワヒド町の首都があった、モロッコのティーン・マラル生まれであることが示唆される。イスムとナサブは、ムハンマド・ブン・アリー・ブン・ムーサーなどである。キリスト教徒の文献には、アブ・エヒエ、アボ・ヘーヘと記載されている。12世紀のバレアレス諸島は、アンダルスとマグリブを支配する村アビト町が、イブントゥマルトの信奉者により倒された後もなお、ビト町を起こしたベルベル系、サンハージャ部族の一子族、 バヌーガーニーヤにより統治されていた。ムワヒド町は1203年11月にマヨルカ島を攻め取り、統治のアミール、アブドゥンラブンイスハークブンガーニーヤを処刑した。アブーヤフヤーは1208年にマラケシュにあったムワヒド町の宮廷からマヨルカ島のワーリーに任命される。アブーヤフヤーはムワヒド町のアミールには、 形式的な真珠の誓いを行ったに止まり、マヨルカ島において、反自律的な政権を打ち立てた。アブーヤ・フヤーの勢力は、バレアレス諸島全域に及び、これらの島々を、ムアヒド町の名のもとに支配した。アブーヤ・フヤー政権は1229年12月31日に、アラゴン王ハイメイッセイが、マヨルカ島を征服するまで続いた。 アブーヤフヤーは1230年2月に亡くなった。マヨルカ島が陥落した時アブーヤフヤーの息子は3歳であった。ハイメイスイはアブーヤフヤーの息子を実親と名付け親の名の下にキリスト教徒としての洗礼を行わせる儀式を行い、キリスト教に改修させた。その上で1250年にサラゴサ・ノゴ・トールとイジュエイカを放置として与え、男爵位を授けた。 当該男爵位は、アブーヤ・フヤーの息子が、初代になる。アブーヤ・フヤーの息子は、ハイメデ・ゴトールと名乗り、マルティン・ロルダンとマリア・ロペス・デルナの娘、エルビラ・ロルダンと結婚した。ゴトールの名字を持つ家系は、ハイメデ・ゴトールの子孫である場合がある。ありがとうございます。